願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私は短期留学生のアストリッド・マラです。インドネシアから来ました。イエイ。これから私の研究レポートの発表をします。タイトルは望む未来へ近づくために偽装男子を偽装男子と偽装女子を作る研究です。はい、まずは私の専門について。私の専門は何ですか？情報工学です。情報工学は一体何をしてますか？はい、簡単に言うと良いソフトウェアを作る専門です。プログラミングをいっぱいします。この専門は私昔から幼い頃から憧れたです。映画にもなんだ、プロのプログラマーやハッカーはかっこいいです。頼りピンチの時は頼りになる。だから憧れ。そして今も、日常的には、携帯電話、スマホも使う、お年寄りも幼い子にも、使える。だからこの専門を 選びましたです。はい、次、私の研究プロジェクト。私の研究プロジェクトはとあるソフトウェアを作ることです。私の作りましたソフトウェアはゲームです。アンドロイドのゲーム、恋愛アドベンチャーのゲームです。偽装男子、偽装女子です。私に任された仕事はユーザーインターフェースを作るの開発です。このデザインも私が作りました。このプログラミングも私もしました。とても大変です。障害、研究を作った時にはアンドロイドの理論やJava 言語は全然わからないです。全然知らなかったです。だから Java でも Java は私に慣れた C++ の言語と似てるからあまり苦労してません。 C++ 似てる。でもアンドロイド、何これ。アンドロイドの理論はちょっと複雑で理解にくいです。いっぱいたくさん勉強しました。でもいっぱいエラーも出た。なんだよこのパッの考えがありました。でも楽しいこと、その大変を超えたらそれは楽しいです。お、私もこのゲームをできるようになった。だから Java は最初はゼロです。 Android もゼロです。研究の終わったらトゥ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 私のスキルはこのぐらいです。今私が自分で、そしてアンドロイドはトゥ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 、お、間違えたこれぐらいです。お、私もアンドロイドゲームをできるの考えはとてもいいんです。他人にも負けない。だから私は幸せ。苦労でも 最後はハッピーです。そしてもっともっと
熟練したプログラマーになれる。近い将来には熟練したプログラマーになれるように、それは私は信じてます。そして最初はプログラマー、そしてドゥ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 、経験がたまってればアナリストになりたいです。そしてもっともっと上手になれたら、うん、お金持ちになれるよです。なるほど、お金持ちになりたいです。うん、はい、未来、はい、お金がいっぱいあれば私は独立になれるちょっと写真は独立になれる、自分の力で生きられる、それは私の目的です。そして独立になれたら、私は、もらうよりあげるの方が嬉しいです、幸せです。でも今はまだ無力な大学生です。力や才能にはまあ何もありません。だから独立になったら、ご両親、お母さん、お父さんにあげ、いい生活にあげたい。そしてご両親にも、私の家族、お姉ちゃんです、私です、一番可愛いです、はい、友達にも先生にも周りの人々にも世界中にもいい社会人になりたいです。それは私の望んだ未来です。ご清聴ありがとうございました。質問ありますか？はい、質問のある人はどうぞ。いいですよ、寝てないです、ね、ください。あります。はい、はどうぞ。最後のはどういう意味ですか？何の、ね、宇宙、それ、Earth、うん、地球はどういう意味？世界中の人々、いい影響になりたい、そういう意味です。ジミーの目標は大きい好きだよです。そうです。なるほど。質問はどうやって？まだわからないです。後で考える。わかりました。まだ長い道だから、うん、歩きながら考える。最初は？最初はお金お金持ちになるです。それは最初、最初、お、なるほど、わかりました。はい、どうぞ。お金持ちになってあげたいでしょ。うん、いつあげたい？お金持ちになった、どんなお金持ちになってそれであげる。お金持ちは自分の生活が、うん、です。そしてもお金が、more、余裕ができたらっていう、余裕、afford、余裕ができたらっていう。そしてもっと、両親にできる生。働かないで、お金あげる、ワイワイしてそのようになったら、うん、そうです。 Okay、 あとね、アストリートが 自立って言います。独立じゃなくて自立、自立インディペンデント、はい、うん、あと質問はないですか？
いいですか。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。